ちょちょ。はじめまして、僕は日本人キングナンと申します。今日は、まあ、韓国の男性と、韓国の軍人が、一番好きなラーメンの作り方を教えてあげるの、作るに行きましょうか。やっと到着しました。今から作るに行きましょう。はい、じゃあ、간짬뽕と팔도짜장면。팔도짜장면です。これは、韓国のセブンイレブンと、シューパーマーケットに、よく売ってますので、まあ、買うのが、まあ、簡単です。まあ、美容にも売っています。東京の、シノクという、場所、まあ、ご存知ですか、みんな。こっちも売っていますので、買ってください。これです。これです。じゃあ、作り方は、まあ、普通のラーメンと同じです。ただ水を、こんなぐらいにして、これが、ポクポクにしたら、まあ後で全部入れて、あ、今ポクポクしてるので、このタイミングに、入れてください。みんな分かってると思っています。じゃもう待ちます。5分くらいに待ちます。待ってください。水は捨てます。こうしてちょっと気をつけてください。気をつけてください。熱いので捨ててください。これをいい入れて、これ味が、ちょっと海産物の味とこの A と同じです。A 見たらこっち、なんだろう、これタコと、まあ、いろんな海産物があるし、これは韓国のジャジャン麺みたいです。これを入れます。もうすぐ完成です。食べやすくちょっと切って完成です。これが韓国の男性と、韓国の軍隊でいるの、軍人がよく食べるのラーメンです。今まで日本人の軍のファンでした。ありがとうございます。